松野官房長官に質問をします。第一は、先の総選挙の時に岸田総理が佐賀県に来て、総選挙の最中ですね、佐賀は数字にわたって水害被害があって、その水害被害の方々にお会いになると、そういうことで人を集めておられました。まあ、それはありがたいことですね。ところがそこでですね、オスプレイ佐賀県の会議の賛成方のですね、漁協の組合長をと会っておられます。でこれはまあ自民党関係者の証言もあって記事にもなっていまして、防衛大臣もその記事については知ってるけど防衛省は知らんということをお答えになっています。でその後官邸でもお会いになっています。でその日の首相同棲、それから官邸のですね記録を見ましたけども、どっちにも載ってません。ただ合ってることは事実です。なぜ一国の総理大臣がですねこそこそという言葉を使います。これはですね、2021年の10月23日です。岸田総理は8時18分に衆議院宿舎をお出になって、そして全日空で福岡に10時44分に到着されて、12時に、街頭演説を武雄というところでなさっています。これ佐賀2区ですね。でその後あの今申し上げた災害に遭った方々との意見交換、近年の水害で被害を受けた個人事業主らと車座で意見交換をされています。でこの時に会っておられます。なぜ秘密で会うのか、なぜ防衛省も知らないのにこういうことをやるか。でこの後ですね、この漁協の組合長何をやってるかというと、佐賀県はオスプレイのというかその軍用化しないという公害防止協定がありました。でこの公害防止協定がある限り、あのオスプレイどころか自衛隊の基地を動かすこともできません。でこの会った後にこの組合長は運営協議会の議員、まあ、昔で言うと他の組合長も呼んで、知事も呼んで、知事がいるから仕方がないねと、この公害防止協定を変えてるんです。これは県議会で追及させますけども、片方の協定の結び方がですね、結びの当事者である知事がその決定権、つまり理事会に入って決定するというのはすごいおかしな話です。でそれはあの岸田総理に言ってもあれですけども、なぜ秘密であったのか、あったのは事実か、そして官房機密費の使途の使用の有無はどうか、これをまず聞きます。これがあの松野長官に対する第一問です。官房、はい、どうぞ。官房機密費の使途については、使途じゃなくて渡したか渡してないか、中継中です。あ、そうだ、中継中なんで、あの答えないです。あなたの声が で、2問目は、昨年の10月にですね、岸田総理はこのペンタゴンペーパーをもとに、ペンタゴンペーパーなんて書いてあるかというと、旧統一教会から北朝鮮に対して4500億円のペーパーが流れたんではないか、もちろんファイナルエバリエーションじゃない、エバリエーションじゃないけども、そういうことが言われていて、それを我が党の長妻議員が質問して、総理はですねこの時に何らかの点検をするというお答えをなさっています。ただまあ今警察庁の方々、あるいは金融庁、財務省の方々とお話をすると、その点検というのは一体何だったのか、つまり我が国の安全にとってですね、この旧統一教会が北朝鮮にこうやってお金を流し続けているという事実はあるのか。でこれを聞くとですね、私たちがあの外為法の改正案というのを作った、まあ、それがあるからそんなことはないんだっていう答えになるんですけど、本当にそうですかと、何の点検をしたんですかということですね。
北朝鮮に対するお金の流れを把握してますか。いや、そんなものはないと。ここに世界日報でですね、統一教会が反論しているものがあります。まさにそんなものは嘘っぱちだと。本当にそれでいいんですかと。で、私たちはもう一回法律作んなきゃいけないと思ってるんです。あの外為法の改正案だけでは、もしこれがアメリカであればですね、こんなペーパーが出て、もうこれ別に公的文書ですね、アメリカの。だからこの後日本にも情報提供しているかいないか、日本に。そして点検するって言った後、何の点検したか、統一教会から北朝鮮に流れるお金についてどんな点検したか。これ最後ですけども、例の総務省の行政文書ですけども、今の内閣っていうのは行政文書に誰かが正確性に疑義を持ったらそれを再調査させるんですかと。つまり我が国の統治機構、我が国の文書主義っていうそのものに対する挑戦をしてるっていう、なんでそういうことするんですか。そう、私も総務省を所管してましたけど、あれやられたらたまらんですよ、役所も。それから国会もたまらん。皆さんがこうやって出してくる文書が、後でどっかの大臣が正確性を調べてくれって言ったら、みんなやるんですかと。我が国の統治機構をボロボロにしてるっていう自覚ありますか。で、最後、4問目。まあ、総理大臣に聞く代わりですけども、また林外務大臣が NATO に行きますね。NATO っていう、まあ、軍事同盟に、なんで外務大臣を出すんだと。100歩下がって防衛大臣が出るんだったらいいですよ。いや、いいですよとは言わんな。だってうち NATO の国じゃないんだもん。なんでよその戦争を我が国がやんなきゃいけないんですか。ウクライナは中国と核協定を結んでますよね。片っぽで台湾有事は日本有事と言いながら、それ中国とこと構えるってことでしょ。 P5 の国とことなんか構えられませんよ。残念なことに我が国は敗戦国であり、敵国条項は私文化したといえどもなくなってないんです。国連憲章を見れば敵国に対してはどうすればいいかっていうのは書いてあるけど、その認識ありますかと。松野さん、また林外務大臣が行くのはやめさせるべきじゃないですか。私、総理がウクライナに行くのもやめた方がいいって何回も言いましたよ。なぜかといえばよその戦争だからです。あんな行くんだったら今この瞬間でやってる70の紛争地域にも行けばいいじゃないですか。なんであそこだけ行くんですか。報復されると挑発になるって言ったら、案の定超音速ミサイル撃ち込まれてるじゃないですか。私ロシアの立場に立ってないですよ。ずっと戦ってきたから、ロシアと。なんで日本に危険を招き入れるんですかと。ボロボロじゃないですか。後ろご覧になってください。あの方の青年海外協力隊を作りになって北方領土返還運動をされた末次一郎先生です。末次先生は当時の細川総理だったけど、東京宣言を結ばせましたよ、それに。そしてイルクーツク声明をプーチン氏が署名してますよ。我が国固有の領土を返すというね、固有の領土とかも消えて領土の問題を解決してっていう言葉になってるけど、それ全部水の泡じゃないですか。ふざけんなって言いたい、僕は。まあ聞かないことから恐縮ですけど、20代の頃からやってきたこと全部これでぶっ壊れたんですよ。ぶっ壊れるどころか国民を危険にさらしてるじゃないですか。なんでよその戦いに日本が参加する必要あります。なぜ武器を供与する必要あります。殺傷能力ないにしても。
結局そのワーマンガーの真下にいる人間が一番危ないんですよ。なんでそんな危険に国民を晒すんですか。松野さん答えてください。あなたの松下政経塾のあの幸之助さん弟子でしょ。そういうのやめろって言ったでしょ。まあ、主に決算なんで行政のあり方について、まあ、警察庁とか金融庁はいいですよ。松野議員というか松野官房長官と議論します。ちょうど10時からなんで記者会見何時かでした。10時45分かね。だから僕の質問が38分なんで、まあ、十分答えられるようにしております。でこの点検は何やったかと、これ半端な答えはやっぱまずいと思うんで、日本を守りましょうよ。もうよその戦争もうこれ終わりますよということで、皆さんどうぞ大丈夫です。